みなさんこんにちは、キラキラキラペッちゃんです。ママです。今日は映画ジャングルクルーズを見てきました。あらすじをざっと説明したいと思います。はい。夕日猫にゃーにゃー。アマゾンに伝わる不老不死伝説、奇跡の花を手に入れた者は永遠の命を手に入れるという。この花を手に入れ世界中の人を救いたい博士のリリー。彼女がジャングルクルーズのガイドとして選んだのは現地でガイドツアーをしていたフランク。彼もまたその花を探し求めている一人であった。彼女たちに迫り来るジャングルに隠された秘密とは。無事生還できるのか。壮大なジャングルのクルーズの始まりです。というわけでジャングルクルーズどうでしたか。ピンチな時でも助けてくれた船長と、それをね、この通りにズボンの女の子、そしてその子が好きな男の子、その子が好きじゃないんだよ、あれは弟のクレオ、はあ、弟の男の子がいるね、うん、それで3人の冒険がいよいよ始まるということなんですけど、クライマックスがすごいね展開でして、一つ言っときたいことがあるけど、虫とかヘビ、気持ち悪いもの、タランチュラとか苦手な人は行かない方がいいです。ひどい目に遭います。ちょっとゆうちゃん怖かったね途中ね。はい、ビビってたもんね。うん、はい。そう、見たことがない動物が出てきたり、クルーズの様子のこうカメラワークとかも結構臨場感があって、本当にアトラクションに乗っているかのような、そういう楽しい映画でした。ママが個人的に感動したのが、本当のディズニーランドにあるジャングルクルーズの最後の方にこう商人のサムっていうのが出てくるんだけど、お守り売ってるね、商人のサム、あれがこの映画の中にもサムっていうキャラクターが出てきて商人なんだけど、ちょっと違ったのがディズニーランドに出てくるサムって男だよね。男の人だとママは認識してんだけど、あれ女なのかな、わかんないけど、こう丸小太りのね、サムって男だと思ってたんだけど、今回映画に出てくるサムは女性なんですよ。それはちょっと、あ、女性なんだなと思って見てました。ディズニーランドのアトラクションの船長さんは結構ひょうきん者なイメージがずっとあったんですけど、ディズニーランドで行くとアトラクションに乗ってる感じで、映画のフランクはダジャレ好きで、ちょっとひょうきん者とはねまたちょっと違う感じのキャラクターでした。でそこがちょっとね、ママがこの映画かなって思ってた想像とは違った。もっとひょうきんでなんか茶化したりする、おっちょこちょいしたりとか、そういう役で出てくるのかなと思ったら、結構頼りになる感じのがっちりした体型の男の人で、ちょっとひょうきん者とはちょっと違う、ダジャレは好きだったけどね、うん、ちょっとピリピリしてる感じの人だった。ダジャレは面白くなかった。そうなんだよね、滑ってるんだよね。またこの映画を見た上でもう一度アトラクション乗ったらまた違う感じで楽しめるのかなと思って、またジャングルクルーズに乗りたいなって気持ちがすごい湧いてきました。ちなみにママが好きなジャングルクルーズは夜です。夜のジャングルクルーズが大好きです。なんかこのディズニーランドの中で好きなアトラクション何っていう話題になった時にジャングルクルーズってあげる人は結構コアなファンだなと思っていて、ジャングルクルーズ好きな人結構いると思うんだけど、なんか1回ぐらいしか行ったことないよっていうビギナーさんとかだったら、多分スプラッシュマウンテンが好きとかスペースマウンテンが好きとかって三大マウンテンとかの方が好きな人多いのかなと思うんだけど、このジャングルクルーズが好きだよっていうと、ちょっとママの中で、あ、分かってるねっていう感じがするアトラクションの一つです。一見ね、どちらかというと夜の方が怖い。夜に結構肉食動物とか、ワニとか、ライオンとか、すごい動き回るんですよ、本当はね。昼寝たりするんだよね。で、動き回ったりするから、すごい怖いんだよね。夜にさ、ヘビ出てきて、わーってなるんだよね。だから、
どちらかというと、朝の方が安心できるというか。でもなんか昼の方が綺麗じゃない？ライトアップされて。まあそうなんだけど、うん、だってさ、いきなり夜にさ、そう、見えない物体がわーって出てきて怖くない？怖いよね。はい、じゃあゆっちゃんお待ちかねのジャングルクルーズクイズ！イエーイ！今日はね、5問しかないからね、ちょっと短いけど、ね、じゃあ、いきます。第1問、博士リリーの特技は何でしょう？こうやってね、あ、鍵開け。正解。第2問、ニーロさんのネクタイの色は何色でしょう？ニーロさんっていうのは、フランクの船のエンジン奪っちゃった人。赤？違います。さあ、ラストチャンス。すごい。はい、第3問、フランクの船の名前は？知らないです。はい、正解はラキーラ号でした。そんなにしたっけ。第4問、川の分岐点、こう分かれ道のところで、こうリリーが右と左どっちを選んだでしょう？こっち。正解、右です。右の方がね、激流だよって言ってね。だけど2日早く作って。あのね、じゃあラストいきます。第5問、フランクのペットのジャガーは戦場で吐きました。それはなぜでしょう？ワイン飲んだから。正解。こぼれたワインペロペロペロってね、舐めちゃってね、酔っ払っちゃったんだよね、うん、以上でーす。はーい、面白かったね、ジャングルクルーズ。ディズニーランド行きたくなっちゃったね。どちらかというとゆっちゃんはね、もうね、最初のさ、なんだろう、シンデレラ城出てくれた、うん、あそこで、あ、ディズニー行きたいって。わかる。映画、ディズニー映画を見に行くと最初にあのシンデレラ城のキラーンっていうやつが必ずオープニングにあるから、あれを見ると、あ、ディズニーランドに行きたいってなっちゃうんだよね。ディズニー行きたいって。とっても面白い映画になっていたので、ぜひ皆さんも公開に出てください。それではまた次回の動画で会いましょう。じゃあねー。